性抑散運動に画期的意義を加える臨時中央協力会議は153の各地代表を一堂に集め12月16日厳粛に開会式を行いました。まず岩井代表の誓いの朗読。誓い、我らは賢みて大見心を包帯し和中協力もって大政翼賛の振動を全うせんことを誓いまつる。続いて安倍総裁末次議長の力強い挨拶。我々新民はこの不動の目標に向かって真に一億一心となり、これが障害となるべき一体の旧体制を破棄し万民翼賛の新体制を確立せねばならないのであります。報告にあっては一切が神ご一人にで、一切が神ご一人に帰する忠臣義律の全体主義でありまして、権利義務の関係における全体主義ではないということを知らねばなりません。翼賛会がよく昭和維新への中核的勢力を結成する先導組織となるか、また維新には縁遠い現状維持勢力の支柱となり終わるか、実にこの会議の成否遺憾にかかっておると信ずるのであります。大陸の空も狭しと縦横の活躍を続ける海の嵐がある基地へと帰ってきました。待ち受けていた地上整備員たちはまず乗組員のロークをねぎらい、我がことのように前期の無事を喜び合います。それからさらに明日の出陣に備えて寝る間も惜しんでの大活動を始めるのであります。無敵嵐の活躍の背後に見えざる努力を重ねる、これは地上勤務員のロークの姿であります。高官乗組隊員の手で作られた神社に各自の武運長久を祈ってようやく基地を出発します。長江を中心とする封鎖線の貫通には人に知られない苦痛と困難があります。時に浮遊機雷を発見、その処置に万全を期し、その航行の安全を保つ、大砲を撃ち機関銃を撃つばかりが彼ら砲艇隊の任務ではありません。航行遮断経済封鎖にその大爆たる流域を絶えず警戒する、隠れたるこの任務の遂行は時に敵前上陸をしのぐ精神的ロープのあることを私たちは忘れることはできません。出動、命令一家はやぶさのように運用者の列を連ねて警備につく上海陸戦隊の猛訓練。複雑なる国際都市上海とその周辺に忍び寄る重慶テロ団に備え、近代的に機械化された我が警備隊は厳重なる警戒の網を張り、寸刻の休む暇もありません。制空の第一歩はまずグライダーから。観光の青年学生航空連盟ではこのほどグライダー2台を手に入れ、12月初め競馬場跡の広場で盛大な命名式を挙行。各方面からの激励と祝辞を受けて直ちに猛訓練を開始することになりました。これら若き青年男女はこの頃の寒さもものかは大空への憧れを胸いっぱいにものすごく張り切っています。
大民会では慰安の少ない信濃村を回り、舞台から戦部と娯楽の楽しい笑いをまき散らして歩くトラック移動劇団を組織し、素晴らしい人気を集めています。その名を遠投劇団といい、いずれも非常に熱心で専門家裸足の妙演技を示します。こうしてレビューに漫才に芝居に、民衆は笑いながら和平建国を理解し、日誌提携の理想を植え付けられ、公正品の建設に協力するようにと育てられていきます。南市経済の中心広東は以前にも増して重要性を加え、志向は広東名物の三藩で、身動きもできないくらいに渦まっています。老こいているのはほとんど全部が女で、これら水上生活者は三民と呼ばれて普通の広東人と区別されています。日用品や食べ物の取引は一切小舟と小舟との間で行われ、さながら川の上の小都会であります。至る所の戦線で非常な働きを示した無言の戦士軍用犬は、やはり兵隊さんと同じように厳格な規律の下で絶え間ざる訓練を受けています。弾丸の下をくぐっての伝令訓練や突撃訓練、団体訓練も見事にやってのけます。激しい戦闘演習の後には嬉しいお休みの時間が待っています。現地で生まれた子犬にお乳をやる母犬もあり、兵隊さんに戯れるものもあり、見るからに楽しそうではありませんか。上海では水兵さんたちがつきたてのお餅でお鏡を作りました。早速新しき年の武運を祈って神棚へお供えすることになりました。12月12日、突如敵の胸を突いて壮烈なる一大奇襲戦の幕が切って落とされました。すなわち南市加藤付近の排敵に対し行動を開始した我が上田部隊は、砂陣を蹴って雪崩のごとく敵陣に殺到しました。冬を襲われた敵軍はたちまち混乱、山を乱して回走しましたが、我が軍はこれを次々と狙い撃ちして完全掃討の輝く戦果を収めました。